ノースパルトスの歴史は500年前、異界との境界が壊れ、世界にカオスのエネルギーが流入した大災厄に始まる。カオスの侵食により、移住可能な陸地は徐々に減少していった。人類は指導者ホープの下で、危難に立ち向かったが、169年前、彼が突如失踪したことで、社会は大混乱に陥る。長年にわたる混乱の後、神による救いを説く教会、救世院が人々の心をつかみ、権力を握った。人々の生活様式は様変わりしたが、救世院の統治により、社会は一応の安定を見ている。末世の人々が選んだのは、神にすがり、救いを求めよという教えであった。あ、これも再読です、いけんな。あ、こんにちは。ギサール先生の助手と、あんたは？私はチルダ、ここの医者だよ。ちょっとした問題が持ち上がってね。助手さんと相談してたとこ。その犬、怪我をしているのか？そうなんです、たった今見つけたんですけど、かなり衰弱してるみたいで。このチルダさんの衣装はあれですね。だがもう安心だな。シントアカデミアの医者と獣医がいた人の服ですね。ああ、助手さんがいい薬を知ってるってさ。まあこの辺ほとんどそうなんですけど、まだまだ見習いですけどね。ギサール先生の用事さえなければ、この子が治るまで見てあげられるんですが。とりあえずこの子はうちで預かることにしたわけ。私は獣医じゃなくて人間の医者だけど、助手さんが教えてくれた薬を調合して飲ませるくらいはできるからね。それはよかった。もうすぐ元気になれるな。だといいんだけど。どういう意味だ？切らしちゃってるわけよ、薬の材料。それで困ってるわけなんです。ちゃんと用意しておりますよ。ギサール先生の助手13号は怪我した犬を保護したものの、薬の材料がなくて困っている。迷い犬を預かる調査隊キャンプの助医チルダに以下の材料を届けよう。うん、ちょうどあります。堂々の溶液もちゃんと5個残しております。というわけで断る。医療は命に関わる仕事だ。素人には手を出せないな。そっか、自力で集めるしかないね。別にあんたが治療するわけじゃないがいいやろ。困りましたね。ワンちゃんの薬どう作ったもんかね。やってくれってことやな。ではかしこまっ。材料集めぐらいなら手伝えるが。助かる、ひとっ走り頼むわ。何、この世の果てまで行けとは言わないからさ。必要なものは助手さんが全部教えてくれたよ。この子結構できるね。いえ、まだまだ勉強中です。でもこの子の症状は分かります。この子名前何やったかね。薬さえ飲ませれば大丈夫だと思います。何がいるのか教えてくれ。アニマルポーションは一番チョコボが回復できるやつですね。50ポイント、まあ、ユールのお花もそうですけど。これをチルダに届ければいいんだな。助かります、どうぞよろしくお願いします。では私はここで用事を済ませたらカンパスファームに戻ります。これ13号ちゃんに話しかけないとあかんねんけど、今おらんねんな。13号ちゃんに話しかけてようやくサイドクエストクリアということなんですけど、多分22時くらいからもうおらんと思いますわ。ワンちゃん、これで元気になるよ。じゃ、早速。速攻で聞くんだよな、これ。驚いたね。もう聞いたのかい？おかしいやろ。これでクレハも一安心できるね。クレハ。やばい、薬いちゃうんが。誰のことだ？誰って、この間会ったじゃないか。ギサール先生の助手だよ。そうか。13号って番号しか知らなかったんだね。たく、ギサール先生もいい加減名前で呼んでやればいいのに。クレハはもう立派な女子だよ。確かにまだ危なっかしいとこもあるけど、わかんないことがあれば正直に先輩に聞くし、なかなか筋がいいよ。さてっと、おう、どこの筋ですか？これでもう安心だ。どこの筋がいいんですかね。それを教えてくれませんか。
ああ、それと余った薬はあんたが取っときな。なんかの役に立つかもしれないし。カンパスファームにはもう行ったのかい？先生のところのクレハに早く知らせてやりなよ。まあ多分クレハさんはおらんやろ。ほんでこれを、これだな。これについては後でちょっと詳しく話します。まだちょっと今はとりあえずあれをやろう。ここのもう一個のサイドクエストをちょっと受注して、その後でサツに会いに行きましょう。客人か、珍しいな。こんな辺境の地だからな。辺境か、かつては文明の中心だったのだぞ。ほんの何百年か前までアカデミアがありましたかね。最大の都市が栄えていた。今は昔だな。ああ、何もかもカオスに飲まれ。ちなみにこの人は着てる服装なんですけど、これはあのライトニングが13の時に着てたあの軍服の、まあ、男バージョンです。ちょっと色が違いますけどね。調査が進んでいるのか退いているのか、もはや分からなくなってしまった。そのチョコボ、噂のバルハラの天使だな。なるほど。BGM は急に止まったぞ。見た目は確かに神々しいな。見かけ倒しとでも言いたいのか。見かけ倒しでなかったら、選ばれし騎士を真実へと導いてくれるんじゃないか。何か知っているらしいな。そうだ、我が隊は長年この地の謎を追っている。オメガポイント、500年前にカオスが溢れ出した、いわば始まりの地。今世界を飲み込もうとしているカオスの源は、このウィルダネスの女神の神殿にあるという。我が隊はオメガポイントの調査に派遣されたが、険しい地形に阻まれて未探査の区域が多数ある。女神の神殿にも未だに到達できていないのだ。だがバルハラの天使ならたどり着けるかもしれない。そう、余裕っすわ。そいつの翼で飛んでいける可能性がある。この近辺では当時の遺物が数多く見つかっている。例えばあの残骸が見えるか。カオスに巻き込まれて落ちた飛空艇だ。ああいった遺物から当時の貴重なデータを収集できれば、あの悲劇の瞬間を解明できよう。まあ飛空艇が落ちたっていうのは、まあ32のエンディングを見ればまあわかりますね。全てを解き明かせる保証などない。ただ一歩ずつ真相に近づけるだけだ。ウィルダネスには500年前にカオスが溢れ出した中心地オメガポイントがある。その調査隊キャンプでは、誰もが忘れた調査を続ける科学者たちが暮らしていた。険しい地形に阻まれて未探査の区域も多いが、優秀なチョコボを使えば飛んでいける可能性がある。過去に起きた惨禍の謎を解き明かすため調査に協力しよう。かしこまる。地道な調査が大事なのはわかるが、時間が惜しい。悪く思うな。そうか。いや、無理を言ってすまなかった。地球艇の残骸を調べることがカオスの秘密を解く足掛かりとなるだろう。オメガポイントの謎、隠された真相に一歩一歩前進するのみだ。仕方ないな。かしこまっ。一歩ずつでも前に進まないと真実にはたどり着けないな。この子が助けになるだろう。協力する。感謝する。ではこれを。さっきとは態度が全然違いますね、ライトニングさん。そいつはデータを吸い出す装置だ。飛空艇の残骸を調べて重要そうな部品を探してくれ。見つけたパーツの前で装置を起動するだけでいい。十分なデータが揃ったら完了のランプがつく。ランプがつくまで収集し戻ってきてくれ。どのくらいで十分なんだ。多少の誤差はあるかもしれんが、おそらく4箇所も調べれば済むだろう。まあ一応全部で5箇所ありますけどね。これをやりながらサツに会いに行きましょう。あー、しまった。これか。あ、しまった。押したけどまあいいや、結果オーライ。らしいパーツだな。
データが残っているといいが。あとはサツの家の近くにありますね。これはイノキャンで使うやつやな、うん、墜落した飛空艇か。改造されてますね。人が住んでいるようです。装置に反応があるな。これで終わりやな。装置のランプがついて収集完了だな。調査隊の元に戻ろう。その前にサッズに話すと。サッズ、帰ってくれ。ここで会えるとはな。この子は眠っている。ああ、世界が壊れたあの日からな。ドッジは何百年も眠ってんだよ。生きてんのは体だけだ。魂がどっかに行っちまった。そいつは魂の箱だとよ。この箱に魂のかけらを集めればドッジは目を覚ますそうだ。嘘か誠か分かりゃしねえがな。誰にもらったんだ。ルミナ、話は終わりだ。こちらドッジのことで忙しい。この魂の箱についてはいろいろと謎ですが、で誰が用意したのか。ひなチョコボが何か伝えたがってるようだ。ついていけば手がかりがあるかもしれない。ドッジの容態について分析してくれ。古い仲間の大事な息子だ。僕にとっても同様ですよ。調べてみよう。かなり得意な状態ですね。体には何の問題もないのに意識レベルはゼロ。夢すら見ない昏睡状態。まさに魂が体から抜けたような状態です。ルミナにもらった魂の箱とかいうものが何の役に立つかも不明ですが、今のサッツさんは藁にもすがる心境でドッジ君の魂のかけらを探しているんでしょうね。手伝ってやりたいが何の手がかりもない。サッツに詳しく聞くべきだったな。あの様子では話してくれなかったかもしれないが。ドッジはまあ132のエンディング直後は大丈夫だったみたいなんですけどね。途中からまあパタッとなんか眠ってしまったという話なんですが、あらら、さあ誰が原因なのか。これは何も原因がないのか。解放者様、しらじらしい芝居はやめろ。大方ここにいたのも偶然じゃないんだろ。つまりこの私がドッジ君の魂をここに隠したって言いたいわけね。いい読みだ。その読み外れ。でも偶然じゃないのは当たり。ここで会ったのはあなたを見張っていたからよ。あなたがサッツを救えるかどうか心配で。どっちではなくサッツをか。どっちもね。坊やの魂はあんなありさま。パパの魂は潰れかけ。え、あなたも気づいたでしょ。パパの魂は潰れかけ。どっちの魂のかけらを見つけましょう。サッツを救済するにはどっちの魂のかけらを見つけねばなりません。どっちの魂のかけらは5つに分かれて世界に散っています。で、今拾ったのが第一の魂ですね。で、チョコリーナが情報を得ているマザイアの一団が手に入れたようです。で、ドリューンのボサテンダー。で、ユースナーの闘技場。この4つまでは、まあ、いけるんですけどね。教授に。第五の魂のユースナーの闘技場。闘技場が確か深夜の2時で閉まってたんだったかな。なので、1日目で、まあ、やろうと思えばで、第五の魂まで回収できるんですけど、今回ちょっとダメですね。まあ、第四の魂まで回収して、この1日は終わるって感じですかね。で、まあどっちが眠ってしまったの原因というのが果たしてどういうことなのか、まあ神の企てたことなのかっていう可能性がまあ高いんですけどね。多分ライトニングに死に命を与えるために、まあ神様がやらかしたんじゃないかなと私はそう踏んでおりますが、一応五箇所目がまあこれなんですけどね。もう調べても意味ないけど、まあここにもあるということです。
まあ、132であのサーツとドッチってタイムトラベルしてましたけど、まあ、それなんでできたかっていうと、サーツに乗ってた飛空艇にそんな力があったというわけではなくて、ドッチがその力を持ってたわけなんですね。まあ、なんでそんな持つようになったのかというと、まあ、セラが時読みの力、エトロの目、あれを得たのと同じように、ドッチがクリスタル化された状態からエトロが介入してそれ解けたので、まあ、その余波でドッチはタイムトラベルの力を得たと、そういうことになっております。その影響でドッチが眠ったという可能性もまあ考えられはしますけど、なんとなくライトニング使命当たるために神様が眠らした可能性の方が私はまああるんじゃないかなと思っております。データが揃ったらしい。分析できるか。ありがたい、早速解析しよう。意味のあるデータだといいが、これは珍しいな。音声データの一部が残っているようだ。聞いてみよう。これ喋ってんの多分中村雄一さんですね。これ、まあ、このクスクス笑いはユールですね。多分男の人の方は仲間ユースさんだと思います。シドレインズの中の人。パイロットはありえないものを目撃したらしいな。闇ではなく大いなるカオスかもしれんな。女神の神殿に封じられたという伝説の。パイロットは確かに、その通り、女と言っていた。彼が見たのは女神か、あるいは女神か。まさに迷信だ。死に際のパイロットが妻の顔でも思い浮かべたと考えた方がよほど合理的だ。とはいえ、迷信を否定できる証拠もない。科学的な結論を導き出すには、その間には不気味すぎるやろ。集めるしかないな。気の長い話だな。それでも一歩は前に進んだ。そう確信できるのは恵まれたことだよ。たったの一歩でもか。長らくの間止まった時を生きてきたのでね。ささやかな一歩でも永遠の停滞を終わらせてくれた大いなる前進だ。あなたの導きに感謝する。導いたのは私じゃない。あんたを救ったのはバルハラの天使だ。よし。あ、これそういえば言い忘れてましたね。サイドクエストの入手ギルなんですけど、1回目よりまあ増えてるわけなんですが、まあ大体 1.5 倍ですね。一部違うのもありますけど、まあほとんど 1.5 倍になってます。リフレッシュ。よし、それではモーグルに会いに行こうか。遠いけどまあ走っていくか。